はい、昆虫隊長ハスクです。今回やっと昆虫が登場します。ゴキブリですが、今回はよく一般的なご家庭に出てくる黒ゴキブリについてちょっとお話しできたらなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、まあもう時すでに遅しかもしれないんですが、この動画にはね、よくね、家で見かける黒ゴキブリが登場します。苦手な方はまあなんとか頑張ってみてください。まあ自己責任という形でお願いします。まあいろいろね、ゴキブリに関する勘違いとか、そういうのあると思うので、今回それらを含めてね、ご紹介できたらなと思います。まずね、こちら、黒ゴキブリですね。実は2匹入ってるんですが、去年の3月と4月にまあ自宅採集したやつですね。で、1匹はね、成虫になってます。このようにこれよく見かけるやつですね。まあ、いわゆるね、もう、ゴキブリと言ったらこれっていう感じですよ。ザ・ゴキブリ。で、もう一匹実はいるんですけど、ここにね、これがもう一匹です。ちょっと見えるかな。まあ、見にくいですね。で、もう一匹はね、幼虫です。で、もう、そもそもゴキブリっていうのは昆虫ですね。足が6本あって、まあ、触覚ありーの、で、羽がありーのっていう、まあ、基本的な昆虫ですね。足6本あるやつは昆虫です。で、ゴキブリって、まあ、分類的にはどのあたりになるのかっていうと、そもそも昆虫って完全変態と不完全変態っていうのがあるんですけど、これどういうことかというと、サナギの段階があるか否かっていう話ですね。例えば、まあ、カブトムシとかそれから蝶とかそういったものは、まあ、幼虫ウニョウニョしている幼虫から、まあ、しばらく動かないサナギになって、でそこから幼虫から全く姿の異なる、まあ、蝶だったりカブトムシだったり、サナギの段階を経て成長する昆虫を完全変態って言います。で、逆に不完全変態っていうのは、幼虫から大人になるまでサナギにならないっていうのが不完全変態ですね。例えばバッタ、それからカマキリ、ゴキブリもですね、まあ、そのあたりですね。あとナナフシ、ハサミムシ、シロアリとか、その辺が不完全変態と言われる昆虫になります。で、まあよくね、まあ、カマキリとかどうですか、生まれた瞬間とかすごい小さいやつで見たことある方多いと思うし、あとバッタとかもね、結構小さいバッタとか見かけると思うんですけど、あれはバッタの幼虫とかカマキリの幼虫なんですよね。つまり子供で、その子供の形状のまま成長する、脱皮を何回も繰り返して大人になっていくっていう、それが不完全変態っていうですね、変わらない、形が変わらないから不完全変態で、まあ一般的には大人になると羽が生えるっていう感じですね。カマキリもバッタもゴキブリも基本的には大人になれば、脱皮しませんよっていう、成虫ですねになったら、まあこのゴキブリのように羽が生えるわけですが、あれが大人ですね。これわかります？この子、これは幼虫なんです。ちょっと見にくいな。ちょっと標本出しますね。はい、こちらはまあ僕が去年ね、作成したゴキブリの標本になるんですが、まあわかりやすい例で言うと、幼虫幼虫幼虫で、成虫成虫成虫って感じですね。ちょっとまあカマキリを置いといて、もうこれが不完全変態ってやつですね。で、よくね、まあこういうのよくご自宅で見るじゃないですか。まあザ・ゴキブリ、まあ家に出てくるザ・ゴキブリ、顔癖のゴキブリなんですけど、よくこの小さい茶色っぽいやつ、これ茶羽ゴキブリだっていう人いると思うんですけど、違います。黒ゴキブリの幼虫なんですよ。子供です。これが大きくなったらこうなるんです。これは黒ゴキブリっていうゴキブリですね。で、これが黒ゴキブリの幼虫、つまり茶羽ゴキブリではないっていうことですね。で、ちょっと茶羽ゴキブリの標本がないので、まあ画像を載せておきますが、茶羽ゴキブリこういうゴキブリです。で、まあ写真は森茶羽ゴキブリなんですけど、茶羽ゴキブリとすごく似ているので、まあほぼそれと言ってもいいと思います。で、サイズがね、大人でこんぐらいなんですよ。大人でこんぐらい、結構小さいんですよね、茶羽ゴキブリ。で、それから茶羽ゴキブリって一般の家庭には住みつけません。普通にね、過ごして茶羽ゴキブリと出会うことってほぼないですね。じゃあ逆にどういうところに茶羽ゴキブリがいるのかっていうと、飲食店とか、まあそういうなんか繁華街とか、まあ一年中暖かい場所ですね。室外機とか、空調で管理されているような一年中暖かいところに茶羽ゴキブリっていうのは生息しています。一般のご家庭はちょっとね、寒いんですよね、冬だと。茶羽ゴキブリと黒ゴキブリの冬を越せる温度って違うんですよ。茶羽ゴキブリはね、少し暖かくないと冬を越せないので、なので一般のご家庭に茶羽ゴキブリっていうのはまず出ることはないですね。で、まあよく居酒屋のトイレとかでね、茶羽ゴキブリがお亡くなりになってんのを見かけるので、まあやっぱ飲食店に多いのかなっていうイメージですね。まあこれが一つね、ゴキブリに対する誤解ですね。茶羽ではなく、あなたが見ているのは黒ゴキブリの幼虫ですよっていう話です。まあちょっとね、あんまりね、長くなりすぎてもね、
しんどいと思うので今回はこんな感じで終わりにしていきたいと思います。僕はですね大学の卒業研究でゴキブリ嫌いに関する考察について研究したんですけど、機会があればねそのことについてもお話できたらなと思います。まあ研究内容もあってかゴキブリについてすごい調べる機会が増えたんですけど、本当ね別に特別好きってわけでもないんですけど面白い生き物だなとは思いますね。なのでまあ一般的にはね害虫だとか気持ち悪いとか下手者だっていう括りで敬遠されがちですが、意外とまあ調べてみると面白かったりで本当に害あるのとかね疑問に思うことも多いと思うので、まあその辺に関してはまたの機会で動画にできたらなと思います。でそちら気になるよっていう方ぜひ高評価チャンネル登録してくれるとまた次もあげようかなっていう気になるのでよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。